です。黒です。はい、ということで、まあね、暖かくなってきたっていうことで、はい、夏ですね、もう本番、はい。夏マストアイテム第2弾ということで、はい、次はインナー編になりますね。そうです。はい、ムジティの、僕らのおすすめのムジティを今回は、まあ2スタイルずつやったので、はい、まあその、まあおすすめのムジティのブランドだったり、まああとスタイリングのポイントだったりっていうのを話していきます。ということで僕のムジティを使ったコーディネートを紹介しようと思います。ということで、僕が今回選んだ白 T はコンフォートカラーズっていうアメリカのメーカーの白 T になってて、なんだろう、その新品のパリッとした T シャツっていうよりかはなんかヴィンテージとかなんかその着心地とか色合いをなんか追求してるあのメーカーで、まなんか50回とかウォッシュされてあの販売したりとかする、なんかちょっと癖のあるあのメーカーの白 T なんですけど、ちょっとヴィンテージのシャツっぽいニュアンスに近いんだけど、でちなみにこれサイズが L で、これオンスが 6.1 オンスですね。でもなんか 6.1 オンスって聞くと結構なんか厚めのイメージあるけど、これは多分ウォッシュを繰り返してるからかわからないけど、ちょっとあの薄く感じるというか柔らかく感じます。このコーディネートのポイントはまあカラーリングを重視してスタイリング組んでて、今年機内とかアイボリーが個人的にはすごく気分で、アイボリーにこうインディゴのあのブルーを合わせるのが今年のなんか気分の配色で、全体的に淡い色の組み合わせなので、なんかベルトとか靴はブラックで締めてメリハリをなんか作ってあげる。でコンフォートカラーズの T シャツは1枚で着てても全然いいし、音声がちょうどいいのでインナー使いでもかさばらないのが気に入ってるポイントです。When you start your move, I move with you. Right turn, left turn, anytime you turn, I turn on, on, yeah. Even after all this time, I can't let go, I can't let go. So even after all, 自分的に一枚でポケティ着るときは、なんかスラックス合わせるのが好きで、まあポケティは少しカジュアルな雰囲気が出るので。スラックスで締めてあげるようにしてます。足元はあえてスニーカーで外してよりラフな雰囲気を出してるんですけど、タックインして全体の雰囲気をメリハリつけてあげるのがポイントです。タックアウトだと抜け感が強くなってしまうので、スニーカーで外すときはインがおすすめです。このマッキントッシュのパンツはよく夏になると着てるんですけど、ワイドパンツでジップフライの部分が斜めにちょっとデザインが入ってて、 T シャツ1枚でも存在感があるからシンプルなスタイリングが多い夏には特におすすめです。はい、ということで僕の、2スタイルでした。はい、はい、ということで次の人に変わります。
僕が普段着てる無地 T がヘインズのビーフィー T ですね。これは正直もうめちゃめちゃ王道なんですけど、ヘビーウェイトで 6.1 オンスあるんですけど、生地がめちゃめちゃ肉厚で、何回洗濯してもよれない T シャツなんですけど、ボックスシルエットなんですけど、着丈がそんなに長くないんですよね。なのでタックアウトで着ても1枚でバランス取れやすい T シャツになってて、本当形がかなり計算された T シャツで、個人的にはもうこの T シャツ以外着れないっすね。今年の SS は全身ワントーンコーデのキナリやオフホワイトのスタイリングがすごい気になってて、でこのシャツが SS デイリーっていうイギリスのブランドなんですけど、これがアレキサンダー・マックイーンとトム・フォードの下でお仕事されてた方が立ち上げたブランドで、ハンドメイドで作られてるシャツが多くて、どれもすごくクオリティが高いので、ぜひよかったらチェックしてみてください。合わせたパンツがルメールのパンツなんですけど、このルメールのパンツがすごい形が綺麗で、ハイウエストでワイドなので、結構どんなシンプルな格好にもすごいハマるので、ぜひこのルメールのパンツもチェックしてみてください。ということで通行止めいきたいと思います。はい、通行止めいかがだったでしょうか。今回のコーディネートでは白 T じゃなくて黒 T を選んだんですけど、個人的に白 T だと1枚で着た時ちょっと抜け感が強いので、黒 T だとモードっぽくスタイリッシュな雰囲気が出るので、普段僕は黒 T を選ぶことが多いですね。無地 T の良さってで、デザイン性の高いパンツを持ってきてもちょうどいいバランスでスタイリングが組めるとこだと思ってて、僕が合わせたパンツがヘルムトラング98年 AW のエラスティックストラップがついたボンテージパンツなんですけど、これラングのボンテージパンツの中でも一番バランスが良くて履きやすいパンツなんですけど、全体の雰囲気的にはモノトーンでシンプルなようでシンプルすぎない雰囲気でスタイリングを組むのが僕めちゃめちゃ好きなので、こういう感じでスタイリング組んでみました。よかったら参考にしてみてください。 I've been searching for a shooting star. I've been trying to find you in the dark. Many nights I wonder where you are. I know you're near but you feel so far. It's okayWhen my mind is racing, my heart keeps chasing the way. There's no way of taming what my soul's got hidden away. I'm stargazing. 僕が今回選んだ T シャツはプロクラブというアメリカのブランドになります。サイズは M サイズです。この T シャツの特徴といえば 6.5 オンスという厚いコットンの生地、そして首元が少し狭く設計されているので洗濯で起きる首元のリブがよれてしまう悩みを解消してくれます。今回のスタイリングはヘルムートロングの98年のデニムをベースにタイトなスタイリングをしてみました。ヴィンテージで買ったプリーツのシャツはインナーのコットン素材やデニムとの生地感にメリハリをつけてくれるのでとても重宝してます。プロクラブの T シャツはネックが詰まっているのでモードっぽい雰囲気も出しやすいのでおすすめです。In and out of this FaceTime like all night. Acting like it wasn't your Wi-Fi when it's not mine. You ain't been in my zip code in a long time. And your friend said I was the wrong guy, but you forgot why, so it's alright. I ain't saying that I need you back.Then at least I can reach you, right?
I ain't saying that I need you, babe. If you was right here, baby. If you was right here, if you was right here.このスタイリングは自分らしくストリートだけどモードっぽい雰囲気が出るスタイリングにしてみました。ヴィンテージで買ったナイキのパンツとアメリカ規格のコンバースを合わせてヴィンテージのナイキのキャップを合わせてるんですけど、このままだとラフすぎるのであえて上からクラシックな雰囲気が出るシャツを羽織ってストリートになりすぎないスタイリングにしてみました。この T シャツはかなり丈夫な作りになっているので何年も着続けることができるこの上ないシャツです。こんな感じで2コーデ目組んでみました。はいはい、どうでしたか僕らの無地 T コーディネートでした。うん、はい、なんかさ無地 T 一つ取ってもさ俺のは音数低いからさ、うん、なんか音数高いとやっぱしっかりしてる。そうだね、固めっていうかさ、うん、俺のはさ柔らかいからさ、うん、音数低いって感じで、うん、パッと見でなんか全然違って見えるもんね、うんうん、あとなんか各々のスタイリング無地 T を使ったスタイリングがなんか全然違うよね。確かに幅は全然違かった。モーガンはちょっとストリートクラシックベースで、うんうんうん、俺はかなりモードな雰囲気で、はい、うん、ローズはアメリカンギャングスター。いやちょっとわからないそれ。ギャングスター要素はほぼない。はい、ということで、まあよかったら3人のスタイリングも参考にしてみてください。はい。また次の動画でお会いしましょう。またねー。See you!